実は離婚していて衝撃的だった女性芸能人ランキングトップ10。2023年最新版。輝かしい世界で活躍を続けている美人女性芸能人たち。とても魅力的で美しい彼女たちですが、実は離婚していたと聞くと少し驚いてしまいます。輝かしい世界で活動している芸能人と結婚している。お付き合いをしているのに、どうして離婚してしまったのだろうと思う方も少なくはありませんよね。そこで今回は、実は離婚していて衝撃的だった美人女性芸能人を10人ご紹介していきます。この他にも様々なランキングについて動画を上げていますので、チャンネル登録をお願いします。それでは早速ランキングを見ていきましょう。10位、吉瀬美智子。10位は女優、ファッションモデルとして活躍している吉瀬美智子さん。吉瀬さんはファッション誌ドマーニの専属モデルとして人気になり、2010年には鋼の女で連続ドラマに初主演。その他にもライアーゲームやブラッディーマンデー、多くの主婦層が注目した昼顔、平日午後3時の恋人たちにも出演していました。スタイルも抜群ながら、どこかミステリアスな美貌と雰囲気に多くの男性が虜になりましたよね。吉瀬さんは2010年のクリスマスに海外でも多数の仕事をしている10歳年上の一般人男性と結婚し、セレブ妻としても有名になりました。2人の女の子を出産し、順風満帆だと言われていました。しかし2021年の結婚11年目、吉瀬さんは離婚をしたと公式サイトやツイッターを通じて発表します。理由は旦那さんのいびきだったとも言われていますが、真相は未だに闇の中です。9位、浜崎あゆみ。9位は歌手として活躍をしている浜崎あゆみさん。1999年1月に発売されたデビューアルバムが人気となり、女子高生のカリスマとも呼べるくらいにブレイク。そこから一気に若者のファッションリーダーとして、数々のネイルアートやサングラス、ヒョウ柄が人気になったのも浜崎さんの影響力あってのことだと豪語できるほどの歌手へと上り詰めたことも記憶に新しいですよね。そんな浜崎さんですが、実は3回も離婚しているんです。もともと白人の男性が好みと言っていた浜崎さんですが、その3回の結婚は全て外国人で白人の方でした。そんな3度の離婚歴がある浜崎さんですが、現在はダンサーをしている荒木俊平さんが旦那さんだと言われています。数々の恋愛をしている浜崎さんだからこそ、女子高生のカリスマになれたのかもしれませんね。8位、羽田美智子。8位に選ばれたのは女優、実業家でもある羽田美智子さん。羽田さんは NTA 日本旅行のキャンペーンガールとしてデビューを飾り、その後も数々のオーディションに参加して仕事の獲得をしてきました。そうして数々のオーディションに参加した後、やっと朝ドラの君の名はに合格、出演が決定しました。そこからの羽田さんはサラリーマン金太郎やおかしなデカ、特捜9などにも出演し、一気に人気女優へ駆け上っていきました。そんな羽田さんですが、2017年に水中カメラマンなどをしている広部俊明さんと離婚しています。もともと別居婚をしていたという羽田さんたち、そのまま離婚しても良い友人として付き合いは続いているそうです。離婚はしてしまったとしても、そんな男女関係は素敵ですよね。7位、友坂理恵。7位に選ばれたのは女優、歌手として活動している友坂理恵さんです。友坂さんは1992年のトヨタエスティマの CM で芸能界デビューし、同年6月から放送したコラナンバシヨットで注目を集めました。さらに1995年には日本テレビ系ドラマ金田一少年の事件簿にてヒロインの七瀬美雪役で一気に脚光を浴び、女優としての道を駆け上ります。そして翌年1996年にはソフトエースの CM ソングエスカレーションで歌手としてもデビューし、キリンレモンなどの歌も披露してきました。そんな友坂さんですが、実は2回も離婚していたことをご存知ですか？2022年からは一般男性と3回目の結婚をし、幸せな生活を送っているそうです。プロポーションも良く、年齢を重ねても若々しい友坂さん、これからも幸せに過ごしてほしいですね。
6位、篠原涼子。6位に選ばれたのは、女優、歌手としても活動している篠原涼子さんです。篠原さんは、1989年にオーディション雑誌、月刊デビューの夏の特別オーディションで現在の事務所に合格し、同年のドラマ、高速戦隊ターボレンジャーに生徒役でゲスト出演し、デビューを飾りました。その後、1990年4月には、アイドルグループ、東京パフォーマンスドールのメンバーとしてデビューし、一気にテレビでも顔を見るようになっていきます。篠原さんといえば、小室哲哉さんのプロデュースした曲、恋しさと切なさと心強さとが特に人気があるのではないでしょうか。着々と女優、歌手として活動を重ねてきた篠原さんですが、2021年に俳優の市村正親さんと離婚をしています。25歳もの年の差があったお二人ではありますが、お子さんもいて幸せな結婚生活を過ごしてきたみたいですよね。まだまだ美人で素敵な篠原さん、これからも恋をしたりするのか気になります。5位、スザンヌ。5位に選ばれたのは、タレント、歌手、 YouTuber としても活動しているスザンヌさん。スザンヌさんといえば、元グラビアアイドルだったことや、懐かしいヘキサゴンではファボ、アラジンのメンバーだったことでも有名です。実は2007年の3月から男装アイドルである普段塾のメンバーとしても数ヶ月ですが活動していました。そんなスザンヌさんですが、実は離婚をしていました。2010年に写真週刊誌フライデーで、福岡ソフトバンクホークスの投手斉藤和巳さんとの交際が報じられ、2011年に結婚しました。その後、2014年には第一子である男の子を出産しましたが、翌年の2015年に離婚を発表しています。最近では2022年に日本経済大学に入学し、ファッションやビジネスについて学んでいるそうです。今はテレビよりも YouTube での活動が活発になっているので、スザンヌさんを見たいときはぜひ YouTube を見てみてくださいね。4位、木村文乃。4位に選ばれたのは、女優として活動している木村文乃さんです。2004年に映画アダンのヒロインオーディションにて、応募者3074人の中からヒロインに選ばれ、2006年に公開され女優としてデビューしました。 NHK 大河ドラマ光明月次でテレビドラマ初出演をしています。一気に女優街道を突っ走った木村さんですが、実は離婚経験があったのは驚きですよね。2016年から一般男性と結婚していた木村さんでしたが、2019年にはお互いが多忙になったことで生活のすれ違いが起き、離婚してしまいました。女優としておとなしい役や気の弱い性格、お嬢様などをよく演じている木村さんですが、自身ではサバサバしたタイプだと語っています。木村さんは2023年にはもう一度一般男性と結婚され、幸せな生活を送っているそうです。綺麗で透明感がある木村さんと一緒になれる男性は幸せですね。3位、新垣梨紗。3位に選ばれたのは、歌手、女優、YouTuber としても活動している元モーニング娘。のメンバー、新垣梨紗さんです。新垣さんはモーニング娘。のファンだったことから、2001年に行われたモーニング娘。ラブオーディション21を受け、モーニング娘。5期メンバーになりました。その後、2007年にはモーニング娘。のサブリーダーに任命され、同年にはテレビアニメロビーとケロビーのアテナ役に決定し出演。その後も活動を続け、2011年にはモーニング娘。のリーダーに就任し、活躍を広げてきました。そんな新垣さんは2016年に結婚した俳優の小谷義和さんと結婚しましたが、2018年には離婚してしまいました。現在はカジサックチャンネルのカメラマンを務めている安武さんと結婚しています。新垣さんの可愛らしいお顔とスッとした魅力あふれる視線に射抜かれた男性は多いのではないでしょうか。これからも幸せな結婚生活を送っていってほしいですね。2位、米倉涼子。2位に選ばれたのは、女優、ファッションモデルとしても活動している米倉涼子さんです。米倉さんは5歳の頃からクラシックバレエを続け、バレエ団にも通い、コンクールにも出場経験があるほどの実力者でもあります。
1992年、高校生の頃に友人が応募してくれたことがきっかけで、オスカープロモーション主催、第6回全日本国民的美少女コンテストの審査員特別賞を受賞し、翌年にはモデルとしてファッション雑誌キャンキャンなどに掲載されました。2012年からは何度も放送された人気ドラマドクター X 外科医大門未知子シリーズに出演し、主人公の大門未知子としてかなりヒットしていたのも有名ですよね。そんな米倉さんですが、2014年に2歳年下の一般男性と結婚しましたが、2016年には競技離婚が成立しました。たった3ヶ月で別居してしまったというニュースは、何度もお茶の間を賑わせたのを覚えている方も多いのではないでしょうか。今は独身の米倉さんですが、これから活動する中で素敵な出会いをしてほしいと思ってやみませんね。そして第1位に選ばれたのは、1位、満島ひかり。第1位に選ばれたのは、女優タレントとして活動している満島ひかりさんです。満島さんは沖縄アクターズスクール主催の安室奈美恵を目指せニュースーパーモンキーズオーディションで優勝し、11歳の頃に少女たちの沖縄で1ページ目を飾った経歴があります。さらに2010年に主演を務めた映画川の底からこんにちはでは、横浜映画祭主演女優賞とエランドール賞新人賞をダブル受賞。その前からも知名度を着々と伸ばしていた満島さんでしたが、映画に主演したことで一気にその名前を芸能界に轟かせました。そんな満島さんですが、2010年に川の底からこんにちはの監督を務めた石井優也さんと約1年の交際期間を経て結婚しましたが、生活感や結婚感の違いがあり、2016年の年明けに離婚してしまいました。結婚をしてしまったことで、透明感のある美貌とスタイルの良さを持つ満島さんの男性のファンは落ち込んでしまったのではないでしょうか。現在は独身生活を送っている満島さんですが、こんなに綺麗な女性だからこそ、活動中に誰かとお付き合いするかもしれませんね。ここまで、実は離婚していて衝撃的だった美人芸能人を10人ご紹介してきました。残念ながら、今回の動画には登場しなかった方もいらっしゃいます。こんな人もいるという方は、ぜひコメントで教えてくださいね。今回の動画はここまで。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。